皆さんこんにちは。平成30年度7月のイベント情報をお知らせします。今日は7月27日金曜日から29日日曜日の3日間開催されるうさなごし祭りについて、うさなごし祭り実行委員会の皆さんにお集まりいただきました。よろしくお願いします。今日は実行委員会の岡部さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今年のうさなごし祭りですが、27日金曜日から29日日曜日の3日間開催ですね。はい、ここ宇佐神宮でなごし祭りが盛大に行われます。初日の奥座りと最終日のおのぼりでは、道行け林や時代行列が先導し、3基のみこしが境内を勢いよく練り歩きます。中日には若宮みこしをはじめ、市内神社などの数基のみこしが境内をその周辺を練り歩き、みこし大パレードが行われます。また数多くの露店が軒を並え、花火大会やミス卑弥呼などの戦勝会など多数のイベントを開催しております。会場は大いに賑えますよ。宇佐はおみこし発祥の地ですよね。なごし祭りは昔喧嘩祭りとも言われてたそうで、当日は大いに盛り上がりそうですね。はい、たくさんのみこしが例年賑わっております。今年の目玉イベントを教えてください。はい、今年は中日にみこしパレードやミス卑弥呼の戦勝会、そして花火大会は例年盛り上がっておりますが、その他に最終日にはお子様向けの戦隊ショーのキャラクターショーもあります。今年初めてなんですけど、名護市カラオケフェスティバルをなど盛りたくさんイベントを用意しております。ぜひ皆さん遊びに来てください。最終日に新たな目玉イベントが加わって、最後まで楽しめそうですね。そうですね、スタッフ一同頑張っていろんな催しを考えております。皆さんぜひ来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。今年のうさなごし祭りは7月27日金曜日から29日日曜日の3日間開催です。イベントの日程など詳しくはうさ商工会議所ホームページでご確認ください。それでは岡部さん、最後に一言お願いします。はい、この宇佐神宮で日本八幡宮の総本社であり、日本を代表するこの宇佐神宮の中で名護市祭りを開催できることに私たちは誇りに思っております。この祭りを宇佐市ではなく大分県を代表する祭りにし、全国に知れ渡る祭りを目指したいと思います。以上です。今日は岡部さん、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。市民図書館からのお知らせです。図書館2階ギャラリーより宇佐市民図書館阿部がお送りします。新しい本の紹介をします。江戸川乱歩と横溝正史、ライバルであり盟友でもあった2人の評伝です。今すぐ使える簡単LINE&Facebook&Twitter&Instagram 完全ガイドブック、夏の思い出を発信、使いこなしにまず一冊いかがでしょうか。ドライブ九州ベスト、2019宇佐市民図書館にはこのようなガイドブックもあります。人気の本が貸し出し中の時は予約もできます。図書館を賢く使いこなしてみませんか。続いて上映会のお知らせです。図書館では毎週午後2時から土曜日は子ども向け、日曜日は大人向けの上映会を開催しています。子ども向け、夏休みは水曜日も上映しています。7月7日土曜日、ヘンゼルとグレーテル、7月14日土曜日、解決ゾロリ12、7月21日土曜日、不思議の国のハローキティ、7月25日水曜日、メジャー1、7月28日土曜日、キングダム18。
人向け。7月1日日曜日、清左衛門残日録5。7月8日日曜日、ボーイソプラノ。7月15日日曜日、おさんの恋。7月16日月曜日、祝日開館日です。ワイルドダイフ、世界自然遺産小笠原諸島。7月22日日曜日、花火。7月29日日曜日、プロジェクト X 瀬戸大橋。以上です。最後に図書館のイベント情報をお知らせします。まず7月16日まで図書館2階渡綱記念ギャラリーで、ミチャクレウサの宝、発掘された文化財を開催しています。今後ろにある写真も展示の一部です。また図書館では職員やボランティアによるお話し会を開催しています。子どもスペースのお話の部屋で11時から。7月は7日と25日と28日です。7月も宇佐市民図書館へご来館ください。お待ちしています。宇佐市インターネット放送局、次回もお楽しみに。名護市祭り来てなー。